応用編、こちらから仕掛けよう、こっちから先にツッコミでやるなこいつ、司会の方にやるなこいつと思わせ、それぐらいの意気込みです、そんな心得を2を踏まえて再びですね、はい、実践問題に挑んでもらいたいと思います、はい、お題はこちらです。スタジオの中を使ってフリーにツッコミを入れよう、スタジオ中この辺もどこら辺でもいいですから、ここ突っ込みたいなって思うところフリーに突っ込めばいいですから、視野を広く、そういうことだったんですか。そういうことです。じゃあこれ皆さんにもね、はい、やっていただきたいと思います。それでは挙手をお願いします。できる方、はい、すごい、みんなできんだ普通こんな難しいよ、どこよ今、はい、いけるかい、はい、何に突っ込みますか。スタジオ全体で。あら、それでは横山さんによるスタジオ全体に突っ込みます、お願いします。空気薄いよ空気薄いっすか、人が多いからなるほど、はい、人の健康を気遣い突っ込みだね、さあじゃあもう一人ぐらい行きますか。はい、行きましょう。それでは皆さん、はい、できる方どうぞ、はい、佐藤樹里、はい、若さんに、私に、はい、ちょっと今ドキッとしちゃった本当に。それでは佐藤さんによる井上のツッコミお願いします。若さん胸でかストレートに来ました。もう知ってるよ、みんな知ってるよ、うん、改めて言ったらいいな、これ。これも石塚さんに会うと太っちゃったよ、言えない。いや、良かったですね、良かった、はい、最後はやっぱ締めで、ね、三村先生に模範解答お願いしたいと思います。もうすげえハードル上がってんだもうこっからなかなか行きにくいよこれもうここに寝っ転がってていいですか、ね、ちょっとあの動きがあれなんで。それでは三村先生による三村あたりへ突っ込みます、お願いします。お前テトリスかよお前テトリスかよお前はお前はクルンお前テトリスかよお前テトリスかよ結構お前テトリスかよはいろんなところで使えますから、ね、いろんな場所、ああもう完成なってしまいましたということで、ツッコミ応用編もおしまいということで、勉強になりましたか皆さん、少しはね、はい、一つ分かりました、うん、皆さんツッコミよりもボケに才能があります。ということでそろそろお時間なので、今夜は三村先生をお迎えして共演者より目立つツッコミを学びました、